スモクリンです。本日もかくれんぼやっていきましょう。今回はまさかの視聴者からドッキリを仕掛けられてしまう側となってしまいました。さあどんな感じに仕掛けられるんでしょうか。そしてもう一つフェスですね、一応投票しておきましょう。映画はやっぱり俺アクションかな、バイオハザードとか SF が好きです。コメディはアニメとか30分とか短い方が好きかな。それじゃあやっていきましょう。よし、じゃあ最初は俺が鬼だよ。ホッケフトでかくれんぼやっていくぞ。今日ね、冬休み最後の日に撮ってるんやけど、今日サザエさんがスペシャルなんですよ。1時間スペシャル、6時半から7時半まで。ほんでこれかくれんぼやってんのが7時なんですよね。だから一人遅れてくるんちゃうかなー思ってたら、一人遅れてきました。んー、絶対サザエさん見てたな。絶対見てただろう。あのお正月スペシャル俺も見てたぞ。お正月言うけどさ、たこ揚げは多分みんなしたことあるんじゃない。たこ揚げはあるけどさ、羽子板ってやったことないんじゃね。いやー今日も静かな日だね。いつもだいたい周り塗られるんですけどね、今回全然塗られませんよ。さあ残り10秒でスタートです。レッツゴー。え、ちょっと待って、え、一個も塗られてないねんけど。ん、かくれんぼだぞ。いいのかこれで。嘘、これ視聴全員視聴者なんですけど、なんか裏であれ合わせてたってこと。うせ、うん。おい、イタラサウリをゲットだぜ。まさか俺をはめてくるとはな。なんてやつだ。いいぞー。こことかいるんじゃないこれ。だって潜れるやろ。あとこれ自分の色やからおらんか。そうなると、あの敵の紫のとこいるんじゃない。ちょっと待って、自分、ちょっと待って、一回変えるわ。一回変えてこっち行くわ。こっち反対側に一人いるんじゃない。おらんかな。ここやろ。あ、こ、あ、ちょ、これいるんじゃない。おらんか。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、いるやんか。あそこに。おい、ほらほら、倒されへん。おい、DKR オンさん倒しました。てかあそこ登れてんな。どうやって登ってんやろ。すごい隠れ場所だ。ほんでも敵陣地来ましたと。ちょっと真ん中も真剣に見ときたいんやけど、まあまあまあ、一番の目玉はこれですよ。これこれ、ほら、置いていたろうか。あ、おらん、おらんねんよ。これ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 、どう。おい、で、あ、おらん、おらんのか。なるほど。じゃああと2人は置いためっちゃ目立つやん。ほら、おけみやぎや、リオさん倒したぜ。やったー。さあ残り1人なわけですが、これ絶対いると思うねんけどな。1人おらんか。おらんのか。するってと、まあまあまあ、あ、いた。残りこっちやろ。こっちしかおらんやろさすがに。どう、あ、これは俺のインクやろ。違う、これ違う。残り1分。ちょっと待って、こうやろ。あ、これ外した、外したな。多分敵陣地側や。戻れ、みんな戻れ、向こうや。こっち絶対こっち。どうどうどう、俺やろ俺やろ。この裏とかいるんじゃない。おらん、おらんな。あれ、ちょっと待てよ、一切塗られてないのに見つけられへんってやばない。やば、え、ちゃうちゃうな。あ、これこれいるんじゃん。どうや、いった、よっしゃ、イエーイ、マンマン倒した。やったー、みんなやるなー。まさか俺がドッキリを仕掛けられる側とは思わんかったね。よし、次はザトーマーケットでお買い物していくぞ。今回どこに隠れよっかなー。いや、ほんまはね、サムネ用に一つ考えてたんですよ、案を、隠れる場所のね。でもあんなことされちゃサムネにするしかないですよね。ねえ、ごめん、全く隠れ場所が見当つかへん、全く見当つかへん。どうしよう、こうしてこうして、どうしようかな。ここにしよっかな。これこれどう、あかんかな。
もうここぐらいしか俺思いつかへん、ごめん全く思いつかへんからここにしまーす。さあ残り5秒です。どうしようか、こう頭こっちにこう垂れさせとこうかな。これでいいか、トイレットペーパーの上にイカちゃんだ。 OK スタートでーす。まずは TKRO さんが右下ね、右下でリオさんがあそこか、あのガラス棚の中ね。ほんでもう一人みたらしさんがそこだ。 OK やっていくぞ。さあ来たよ来たよ来たよ、ここよの、ここ乗り越えるの大事よ。どうだ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 、動かない、なるべく動かないようにして。どう、んどこ行った、あ向こう行った、向こう行っちゃった。あ大丈夫だ、んおおもうちょっとか、もうちょっとやばいんじゃないか。あそこにいるぞ、ほらほらほら、もうそこやん。あどうなる、おーおーおおおおはそれやなんで、俺やったら絶対見つけてくんのに。嘘だ、来た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 、リオさん大丈夫なら俺も大丈夫やろな、俺も大丈夫やできっと。おっ TKR ソウルズさんやられました、どんまい。この BGM がさ、かくれんぼにぴったりじゃねって思うんやけど、どうやろう、何か、んこれこっち側来れるよな、行けへん陣地ちゃうよな、俺のトイレットペーパーの上。オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ、どうだ、え、どこ行った、あそこな、あそこな、ほい、オッケーオッケー、トイレットペーパー、おそこは、あ、で、みたらしさんがいる場所や、どうなるどうなる、みたらし、え運営な自分、お行けないでないこれどうすんの、ちょっとそう、もういるよすでに、見つけてあげて、逆に見つけてあげてください、俺はいいから、俺のことはいいから、俺のことはいいから、俺のことはいい、よし、ええマジでまさかの、あ向こうに聞い取られちゃったなあ、それは仕方ないな、でも全速力で戻ってくるんだこれは、うん、えっ行った、まさかの行ったちゃうちょっと待って、サムネにしたいところ多すぎんねんけど、今日2回に分けたくなっちゃうじゃん、やったー、よし次はビーバスパークで隠れていくぞ。さあこのコースですが、んーどうしようかな、昔昔っていうか前かな、視聴者が隠れててバレてなかった場所が一つあるんですよ、そこに隠れてみようかな。というのもね、ここやったんですよ、ここペッて塗ってこう壁に、壁にこうしたらなんかし水しぶきが出えへんかってんけど、ここでいいか、よしスタートです。リオさんそこの壁んとこね、オッケー、ほんでマーコさんがさっきの右奥ね、右奥で TKRO さんがどこかな、あれあのとんがり帽子櫓の向こう側って感じかな、オッケーです。おしゃべりマークさんどこ行ったよ、マークさんどこ、おあーアウトです、見つかりました、来るぞ、来た来てるぞ、どうだどうだ、こっからはちょっとしか見えへんけど違う人倒した違う人倒してるよ、おおおおお塗られているが、わあ TKR さんアウトです。さあ次は順番的にリオさんがめっちゃ目立つ気づかれる動き激しすぎオッケー3人見つかり、早いな、残り2分俺一人で耐えなければならないようだ、任せろ、ここ鬼門よ、ここ鬼門よ、適当打ちでここ来たらやばいよ、あそっち行っちゃう、いいねいい眺めだ、あっはっは、さあ残り1分になりました、こっち来たよ、まさかの2連続成功しちゃう、さあどうなるどうなる、そこを確認して、ここ全然塗ってないから登ってこうへんのちゃう、登ってくる、登ってくるんだ、登ってくるんだ、うんうん、どうしよう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 、見つかりました、全員アウトでーす、まさかのだ、よし次はマンタマリア号でかくれんぼやっていくぞ、やっぱマンタマリア号ってかくれんぼするためのステージって感じよな、うん、よしやっていくぜ、
んやっぱこの浮き輪の裏とかがいいかなって思うねんけど、塗っちゃったからな、塗らんと隠れるっていうのがやっぱ強いから。お、マーコさんそこ、あ、違うの、めっちゃ意味深に眺めてたけど、あ、みんなそっち側しか塗らんパティン、いいやん。あ、なにこれ、イカめっちゃ可愛いねんけど、これドロンジョ様みたいなあ。ここ、これ、ここ、ここ、ちょ、あー、塗りすぎ、塗りすぎ注意報やわ、それ。これどう？意味じゃ、怪しすぎるかな。まあ、今回ここで行こうかな。全然塗ってないしね。あ、ちょ、塗らんとって。ちょ、塗らんとって。こっち側塗ったらあかんで。オッケー。あ、でもそこら辺ちょっと塗っといた方が、ちょうどいいかもな。明らかにここだけちょっとな、塗っとったら怪しいもんね。スタートでーす。ナイス。あ、一人やられてる。TKRO さんが、あそこら辺で。みたらしさんがあの上。あれは隠れていると言えるのか。もうつ、早ない？ちょ、早ない？ドキドキする瞬間すらないじゃないの。さあ、みたらしさんが一番気になるわけですが、どうなるのかな。見つかってるのか。あ、見つかってるわ。アウトです、みたらしさん。お、TKR の王さんの方いたよ。あれどんな感じで隠れてんのやろ。あ起き上がりましたね、どんまいです。さあさあ、順調に追い詰められております、マーコ氏。あ、あそこや、あそこや、やばいぞやばいぞ、時間やばいぞ。どうだどうだどうだ、マーコ氏見つかるか、見つかるのか。1分もあるぞ残り。あ、見つかってんじゃん。おわー、アウトです。1分も残しちゃったね、やるね。おお集まってくるね。俺が一ん出てない、俺一ん出てんねん、俺勝ちちゃんこれ。あっしょ、俺のこの垂れ具合見て。え、これ俺以外垂れるように表示されへん的な、そういうやつ。落ちた、俺もちよ、あかんか。よっしゃ、ラストはバッテラストリートでかくれんぼやっていくぞ。俺このベンツの上に隠れようかな。ベンツかどうか知らんけどさ、この屋根の上とか行かれへんの。ほら、あかん、あかんな。ドドドドペッチョー、ドレンドコペッチョー。何を黄昏れてるんだね、みたらしくん。ん、どうしたのかな、そこに隠れるのかな。それ隠れてるって言わないんだよ。あ、そうだ、今いいことちょっと思いついたよ。これどうだ、ここ、これ、意外とここ穴場じゃね、周り塗らんかったらさ、来なさそうじゃね。ほんでこう、こう線引いてこっちに行かそうこっちに行かそう。オッケー、あ、でも残り5秒、やばいやばいやばい、全然濡れてない気するけど。オッケー、スタートでーす、ナイス。マーコさんが多分あれ壁のところで、みたらしさんが柱の上かな、あそこ多分俺知らん気がするな。でリオさんが櫓のすぐそばという結果でになりました。それでは隠れ切ってみせましょう。のマーコさん自滅してるぞ、大丈夫か。そう、鬼行ったぞ。お、みなりさんがやられました。お、まさかのマーコさん見てた俺。あ、やばい、こっち来たな、こっち来たね。お、どうなる、どう、ここ乗り越えたらかっこいいよ、ここ乗り越えたらかっこいいよ。どうだ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 、頼む頼む、よし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 、ええ、危ない危ない、あ、やってもちょっとビクってやってもうた、くっそー。でも見つかってたかもしれへんな、結構いい感じに塗ってた。さあ残り1人となってしまいました。リオさんがあの櫓の下ですね。おいおい、いいやん、やらへんあ、そうそう、リオさんの方向かってますよ、みんな遊んでらんと。リオさんの方見て、ほら、どうなると思う、どうなると思う、なあどうなると思うよ。やばいぞ、みたらしさん行ったよ行ったよ、リオさんの方行ったよ。そこ耐える、耐えない、アウトです全員見つかりました。マーコさんちょっと自滅やから、自滅でも隠れてよかったんだよ。うん、近くやったらね、ほらだってまだ向こう3人しか見つけへんと思ってるから探しちゃってるやんか、何もないものをほら4人いるから座敷わらしみたいに1人増えてるから、いつの間にか見つけてるんだよ君は。やるね。
さあというわけで本日もかくれんぼお疲れ様でした。また次回もご視聴ください。またねー、バイバイ。